はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日は GU でこの間買い物をしてきたんですけども、まあ初売りっていう感じじゃなかったけど、でも電子セールっていう感じですごくお得な商品が多かったので、その GU で購入したアイテムっていうのをご紹介していこうと思います。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。一つ目はじゃん、こういうちょっとこの間のダブルクローゼットで購入したブラウスとちょっと似たような形なんですけど、これから春先に向けてすごく使いやすいこのブラウスを買ってきました。丈はそこまで長めではなくて、ニットの中に全然着ても OK だし、これからはこれにビスチェとかに合わせて着てもすごく可愛いなと思って購入してみました。これは1990円。やるじゃないか。それでは購入品の2つ目はこのベロア生地のフーディというか、なんていうの、このフードついたパーカーなんですけど、これはすんちゃんとお揃いで、あのサイズ違いで買いました。ですっごい安くなってたの。これもともといくらなのか分かんないんだけど790円になってました。なのでまあ別に今ベロア生地買わなくてもいいかなって思ったんですけど、でも、まあ、寝る時に着てもいいし、後でね。で今カップルルックみたいな感じでジーンズに合わせて着ても可愛いなと思って、スニーカーちょっとポップなの合わせて着たら可愛いかなと思って買ってみました。はボトムスに入ります。3つ目はじゃん、このデニムになります。これも比較的こう丈が長いわけじゃないんですけど、くるぶしよりちょっと上ぐらいかな、で多分ストップする感じの丈になってて、春先にすごい使いやすいし、今はなんかちょっとこうモハモハ系のあったかいアウターに合わせてきてもすっきり見えるので可愛いなと思って購入してみました。これはシガレットアンクルジーンズで2490円でした。あとは4つ目はこれもボトムスなんですけど、じゃん、このカーキ色のワイドパンツになります。チノハイウエストボリュームパンツ、ね、ワイドっていうかちょっとあの中間がこうボリュームのある感じのチノパンになってます。でこれもね春先すごい使いやすいなって思ったのと、ちょっとベージュかお色は悩んだんですけど、カーキだと落ち着いたなんていうのかな、秋とか冬にもまあ中ちょっと暖かいの着ちゃえば全然着れる色味だし、春にもまあ上ちょっとさっきのブラウスみたいなの合わせてこれで辛口のテイストを入れてあげてもすごい可愛いなと思ったのでこちらを購入してみました。これはお値段が1990円でした。安いね。さすが GU ですね。で GU 購入品の5つ目はベルトなんですけど、これねちょっと着用ショットをこう見ていただくとよくわかるかなと思うんですけど、ツーウェイハーネスベルトっていうのでした。多分、ま、これをね普通に一つとしても使えるし、サロペットがあるような感じでベルトと一緒に使っても OK なベルトになってます。それが5つ目ね。ラストかな、ラストの6つ目の購入品はアクセサリーになります。あまりねここで私アクセサリー紹介しないんだけど、じゃん、こういうちょっと春カラーのからし色のポイントと、あとこのミント色がすごい可愛いな、春っぽいなと思って購入してみました。メタルフープカラーパーツピアスっていうのですね。これが590円でした。で、まあ、GU もあの免税になるのでスンちゃんと言って免税しっかりしてきましたしっかりちゃっかり買い物をしてきました。でね、帰りにビューワーの方が声かけてくださったんですよ。なので本当に嬉しかったです幸せな気分になりました。なのでもしゆかすん夫婦をどこかで見かけた場合はぜひ声をかけて一緒に写真とか撮りましょう。はい、こんな感じの GU 購入品になりました。まあきっとこれから東京に行くのでもうちょい増えるかな。でもちょっとスーツケースのキロ数というか重さがほぼマックスに近づいてきているので、東京ではあまり買い物できないかなとは思ってます。ただまあもし追加で何か買ったりしたらまたここでご紹介したいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョー。